Please welcome Sebastian Masuda! Hi, thank you for coming. Hi, I'm Sebastian Masuda. Nice to meet you guys. そうですね。僕、チャタヌーガって町初めて来たんですけど、I came here at Chattanooga first time. はい、歴史をすごい感じる町で、チャタヌーガってどんなところかちょっと誰か教えてもらえます？ I feel very historic town. Could you tell me what is Chattanooga? Could you explain what is Chattanooga?じゃあ彼女Please teach me what is Chattanooga? What is Chattanooga? Yeah. Just explain Atlanta. Oh, well, I'm actually from Atlanta. Atlanta から来た。Atlanta。ああ。じゃあ彼女、じゃあ彼女のとこ行ってもらっていいですか。Chattanooga to me is when nature meets the city. We have tons of fun stuff that we make get to do in a normal city, but the backdrop is the beautiful Smoky Mountains and the beautiful river that we have, stuff like that. So you get nature meets the city, so you get the best of both worlds here.自然がいっぱいあって、とてもいい街で、まあ、街なんですけど、いろいろなものはあるんですけど、まあ自然と街がこう共有したとてもいい街です。じゃあちょっと美味しい食べ物とか、なんか有名な食べ物とかあるんですか？レンブランドっていうコーヒーショップ。レンブラン、スティッキーフィンガーはバーベキュー。チキンフィンガー、スティッキーフィンガーバーベキューのバーベキュー、チキンバーベキュー、バーベキュー。 Anybody else? How expensive does he want to get? 高い、どれぐらい高い、プライスレンジはどれぐらい。もうじゃあ初めて来た私に食べさせたいもの、レストラン、いや、何でも食べ物。What kind of food you want me to feed? Barbecue. Barbecue? Southern food. Barbecue. ピザとか。ピザ。ピザとかサザンフード、南部料理。南部料理。Tupelo Honey. Tupelo Honey. The restaurant. Tupelo Honey っていうレストランがあるんですか。甘い紅茶。南部は甘い紅茶が特徴なんですね。ニューヨークに行くと甘いアイスティーっていうと甘くない紅茶が出てくる。ここは甘い紅茶が出てくる。なるほど。はい、じゃあ今日は帰りにバーベキューを食べて帰ろうと思います。I definitely eat a barbecue tonight. はい。で、先ほど原宿の説明があったと思うんですけど、皆さん原宿のこと分かりました？Did you understand 原宿 now? うん、原宿に行ったことある人いますか？ Raise your hand anybody been to 原宿 before? お、あ、行ったことある。はい。あ、すごい。はい。はい。原宿はですね、世界中の人々にすごく親しまれているファッションの街です。はい、で今では世界中の人々が原宿にめがけてやってきます。はい、今日はその原宿についていろいろと話したいと思います。はい、はい、まずは自己紹介をしたいと思います。はい、僕はずっと1995年からずっとこういったカラフルな、色彩を、テーマにしたモチーフを使って、いろんな作品を作っています。 From 1995, I created many of my artwork based on the colorful color. はい、で、原宿に今代表的なショップと言われている 6% ドキドキというショップがあるんですが、そこをプロデュースしています。これが店内です。Director of a 6% Doki Doki
はい、ひょっとして 6% ドキドキ、6% ドキドキ知ってる人いますか？ Anybody knows the 6% ドキドキ？ Raise your hand if you know. すごい、こんチャタヌガにも知ってる人がいるんですね。Wow, I'm so impressed that somebody knows the 6% in Chattanooga. はい。はい。で、これがショップがあると、言われる、店員ですね。はい。はい、彼女たちは原宿のファッションを身につけて自分なりの表現で原宿のアイコンになっています。はい。で、彼女たちのファンは世界中にいて、彼女たちのファッションを真似する人も多いです。はい、でその中の、代表的な、原宿のアイコンがキャリーパミパミです。はい、じゃあもうこれはさすがに知ってるかな。キャリーパミパミを知ってる人、 Do you know キャリーパミパミ？おお、なんで知ってるんですか？ポンポンポン、うん、ファッションモンスター、インターネットで知りました。うん、Anybody, why you know her? キャリーパミパミ？はい。 What's the reason of you know her? Music videos. Music videos? Harajuku street snaps. I see her before she was in pictures of her before she was an idol. デビューする前ですか、原宿ピクチャーで彼女のこと。彼女は詳しいですね、すごくね。はい、で先ほど見た僕のショップ 6% ドキドキというお店、このお店なんですけど、そこにお客さんとして通ってきたのがキャリーパミパミだったんですね。はい、で彼女のショップガールの大ファンだったのがキャリーだったわけです。はい、で彼女がデビューするときに、アーティストミュージシャンとしてデビューするときに、彼女が自分のアートディレクションをセバスチャンにお願いしたい、そこから一緒に仕事することになりました。はい、でこうやって原宿というのは自由な表現、自由な文化が生まれる街で、この原宿がどうやって生まれてきたか、これから歴史の話をします。はい、これが、1990年代の原宿の写真です。はい、当時は、この原宿には歩行者天国、歩行天と呼ばれる歩行者天国があったんですね。はい、でそこでは、毎週日曜日歩行者天国があった。その歩行天では毎週のように若者が来て、いろんなパフォーマンスやいろんな自由な表現をしていたんですね。はい、じゃあ当時の、ビデオがあるのでそれを流しながら見てみましょう。はいはい、で原宿にはこれはタケノコ族の映像なんですが、タケノコ族と呼ばれる、ストリートカルチャーを作っているダンスパフォーマンスをするグループがいました。はい、彼女たちは、こういった思い思いの自分のファッションを身につけて、いろんな曲で踊ってパフォーマンスをしていたんです。はい、
そうやって歩行者天国、歩行天というのはこうやって若い世代が集まって自由に表現する場所として80年代は機能していたんですね。歩行者天国で僕はその頃小学生で、中学生ぐらいだったかな、毎週のように原宿に通ってこういった竹の子族を見てすごく憧れてた一人です。はい、はい、これが当時の、原宿の写真ですね。はい、自分の、はい、で、原宿ではこういったバンドとか、そういったダンスに限らずバンドとかそういったパフォーマンスもいろいろ行われていました。はい、で、こういったバンドがすごく活性化していくとやはり騒音とかゴミの問題であと来てくる人の、若者たちの質がちょっとだんだん悪い人が多くなってきたのでだんだんこういった騒音の問題とかで、音楽とかは禁止になってしまいます。はい、いつの時代もやはりこういった若者たちのパワーエネルギーみたいのを押さえつけようとするそういった規則やルールがあるんですね。はい、でそれで、音が出ない、自分なりの表現として音が出ないやり方として発達していったのが90年代の歩行天。そこで出てきたのがファッションの人たちです。はい、でその頃1995年、にできたのが僕が、作った 6% ドキドキというショップです。はい、そこに、歩行者天国に集まってくる若い世代はみんな僕のお店に来ていろんなものを、ファッションとして、買っていったんですね。はい、で最初に僕のお店というのはファッションのお店ではありませんでした。はい、僕のお店では売っていたものはおもちゃだったり雑貨だったりあとインテリア家具だったりそういったものを売っていたんですね。はい、もちろん普通の雑貨やインテリアだけではないものを売ってたんですけども、はい、はい、でも原宿に集まってくるファッションの子たちは、僕のお店に来て例えばのれんだったり例えば虫かごだったりこれ見るとのれんを頭に巻いてるんですけどインテリアのものをインテリアとして使わずに自分のファッションとしてどん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 取り入れていくようになるんですね。はい、あと虫かごを、
そのカバンの代わりに使ったりするユニークな使い方が生まれます。Also he saw that insect cage but Harajuku girl use the insect cage as a bag they use as a bag 、はい、So they have a very unique idea、はい、でそうやって人よりもなるべく目立とうとみんながみんなで競い合ってどん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 オリジナルのファッションが生まれていくんですね。はい、でこうやって90年代 の歩行者天国ではこういった自分で作ったアクセサリーや自分で縫った洋服を路上でみんなでフリーマーケットのように売っていたんですね。はい、でそうやってカラフルな原宿っていうのがどんどんできていったわけですね。90年代の終わりです。はい、これはそうですね、路上でフリーマーケットをやってる写真ですね。はい、そうやってオリジナルの、原宿のファッションが生まれてきました。はい、でこれがですね、世界的に知られるようになったきっかけっていうのは実はベネトンの広告、98年にベネトンの広告で使用されたのが初めてなんですね。The shop called the United Car of Benetton used young people with Harajuku colorful fashion in their advertising.はい、この時にですね、世界中の人たちが原宿は何だ、このファッションは何だ、今まで見たことないファッションだ、そう気づいたわけです。はい、そこにいた僕たちはそんな世界とかオリジナルとか考えていないで、自分たちの好きなファッション、自分たちなりの表現っていうのをずっとやってただけだったんですけど、世界的に見てもそうやってオリジナルを作っていたファッションっていうのは原宿だけだったんですね。はい、はい、しかしですね、またしてもこうやって原宿のファッションが盛り上がって 全国からこうやって集まってきて、こういった若者たちがファッションを したりいろんな格好をして、人が集まってくると、やっぱり上からの規制があって歩行者天国がついに廃止されることになってしまいます。はい、で歩行者天国がなくなって、この世代の若い世代はみんな集まる場所を失っていきました。はい、そして原宿はだんだんこの色のない街に変わってきます。はい、でそのカラフルなファッションと同時に、なくなっていくと同時に、衰退すると同時に来たのが、ファストファッションと呼ばれる大量生産、大量消費の、ファッションですね。それを買ったままそのまま着れば済むという、そういった洋服がどんどん、そういった大型店舗がどんどん入ってきます。
gap and not many muscle production, fashion was get popular. はい。で、原宿はですね、それでどん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 衰退したかのように思えたんですね。So, I was thinking about 原宿 culture was, would disappear. はい。で、その頃ですね、ちょうど皆さん使っているように SNS、インターネットの SNS がどん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 普及していくんですね。So, the, I was thinking about the 原宿 culture would disappear, but at the same time, social networks like Facebook and MySpace came up. はい。その頃は MySpace でした。はい。Those days, MySpace was very popular. はい。で、その頃に MySpace に僕のページを作ったら、そこに毎日のように海外からメールが来るようになったんです。So I got the account on MySpace and then every day I got the email.はい、それはどういうメールかというと、 6% ドキドキの商品はどこで買えるんだ、あなたたちのファッションは素晴らしい、かっこいい、どうやったら、私の国で買えるんだ、そういったメールがいっぱい来るようになるんです。はい。で、その時に、まあ、SNS っていうのはですね、メールをもらっただけじゃなくて、相手がどんな人かこうたどると分かるわけですね。So the social network, it's not only a message. I could see the senior faces, personalities, when I visit their page. はい。そしたらですね、向こう側にいた人たちは、なんか原宿とは違うんだけども、一生懸命原宿のファッションを真似して、なんか自分たちなりのこう楽しいハッピーな原宿を作ってる人たちがいっぱいいたんです。はい。で、その、ファッションを見てですね、原宿はもうどん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 そういったシンプルブームやそういったファストファッションに押されてどん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 衰退していったんだけども、世界中に原宿のこのオリジナルファッションをリスペクトした人たちがいることを知ったんです。So, this time, the 原宿カラフルカルチャー was not popular in 原宿 but outside of Japan.原宿カラフルカルチャー was getting popular. はい。その頃、アメリカでもグエン・ステファニーや、そういったケイティ・ペリーはまだ来てないか、グエン・ステファニーなどが原宿ガールといって原宿のカルチャーをと取り上げるような、音楽とかも生み出されていました。グエン・ステファニーはい。で、僕はですね、原宿はそうやって衰退してったそのカルチャー、僕たちが作り上げたオリジナルのファッションが世界中に広がってるのを知ってすごく嬉しかったんです。I was so happy to know the 原宿かわいいカルチャー which I created and the 原宿 girls created.はい、それでですね、そのまた SNS のメールのいっぱいくれた女の子の一人でサンフランシスコの女の子がいました。はい。私は 6% ドキドキの商品が欲しい、私は原宿のファッションがしたい、だからどうか私たちの国に来てください、そういうメールでした。はい。それでそのメールに、いや、そんなことを言われても、まあ、旅費もかかるし泊まるところもないし、どうしたらいいのってメールをしました。
はい、そしたら私たちが友達いっぱい集めてあなたたちが 6% の商品を持ってきてくれたら全部買うからそれを旅費にしてくださいというメールが来ました。はい、でもとは言ってもやっぱり泊まるところもわからないし英語も話せないし そんなのできないよとメールを返しました。そしたらですね、あ、じゃあ私の友達があの教会の神父さんだから教会に泊まれるようにしてあげる。でもう一人は私は大学の寮が空いてるのを知ってるから寮の一室を借りてあげるからそこに泊まってください、そういうふうに言われたんです。はい、でそうやってやっぱりそういうふうに熱いメールをいただくと僕もなんか心が動かされて彼女たちに会ってみたくなったんですね。はい、でそれでサンフランシスコに行こうと決めたんですね。はい、そしたらそのサンフランシスコには、ロンドンからそしてベルリンからそしてどこだったかな、ロシアから、いろんな国から女の子たちが実は集まっていたんです。はい、なのでそこからじゃあこれだったらもうまとめてワールドツアーっていうことにして全世界に回って原宿ファッション好きな人たちと会ってこよう、そう考えたんですね。はい、それで始めたのが原宿かわいいエクスペリエンスっていう、現地の子たちとワークショップをしながら一つのファッションショーをする、そういったツアーを始めたんです。はい、でこれは、2010年の原宿の模様ですけど、原宿に集まってきたフランスの、これはパリの女の子ですが、パリの女の子たちと一緒に原宿をの街を歩くというのをやりました。はい、で必ず僕はですね各都市、世界5カ国25都市でこのワールドツアーをやったんですけど、必ず現地の子を、SNS で集めるということをしました。はい、それは何でかっていうと、やっぱりカルチャーというのは現地のカルチャーとこうミックスすることによって強いカルチャーが生まれる、僕はそう考えたんです。はい、なので、現地の子たちとワークショップをしながら一つのファッションショーを作る、そしてそれに必ず僕はトークショーをセットしました。はい、こういったファッションはですね表面的な奇抜さや派手さばかりをこう取り上げられがちです。はい、その中でこういった歴史があって文脈があることによってこういったものが生まれた、それを僕は説明したかったんです。Why I did that talk show?
because I wanted to explain why this culture came from and then has a Hanoi culture has a history.はい、でこれはロンドンの映像です。これはカムデマーケットの映像です。はい、やっぱりロンドンだとちょっとパンクファッションとかサイバーファッションとミックスした可愛いが生まれていました。はい、で、これはパリの、映像です。パリはちょっとやっぱりロリータとかがそういったカルチャーが先に入ってきてたので、まあ、ロリータと可愛い原宿ファッションをこうミックスするような動きがありました。ロリータファッション in the Paris ロリータファッション gets popular before the Hawaii culture、はい、so when he went there he could see a ロリータファッション and the Hawaii culture together。 はい、でこの後、このあと、LA に行きます。はい、アメリカの西海岸 LA ではすごいことが起きていて、100人しか入れないこういった小さなファッションショーの会場に、4000人集まりました。はい、そうやって原宿の可愛いっていうのは西海岸の人たちがまず最初に手を挙げてくれて、どん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 広がっていったんですね。はい、で、このあと、はい、これが、原宿ファッションのワールドツアーの模様ですね。はい、で、そうだね、このあと LA の後にサンフランシスコに行ったんですけど、はい、サンフランシスコに着くと今度はその数が、これ見ると2万人に広がっていました。はい、最初は教会に泊まって一生懸命この女の子たちと一緒に作っていったものが、2年後にはこんなに2万人っていう数に膨れ上がった、爆発的なブームを生んでいたんですね。So, first, my tour was that he spent the night at the dorm or church. So, after 2 years, the 2000 people to see his show。 で、元々やっぱりアメリカには漫画とかアニメが先に入ってきています。 The Japanese culture at first, you know, the anime and はい、なので漫画とか anime and manga first。 はい、ただその今、興味はですね、その漫画のアニメ、漫画やアニメの中で生活しているキャラクターの向こう側に見えるライフスタイルに関心がいってるんですね。はい、ライフスタイルに行くと漫画やアニメにはちょっとダメだなと思う人でも、ライフスタイルだったらファッションとかそういった食べ物文化とかそういったものは気軽に楽しめるので、それでどん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 広がっていったんですね。はい、でこうやってですね、順調に、世界中に広まっていったかわいいカルチャー、これがどん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 膨れ上がるかと思ったんですね。はい、そしたらですね、その時に2011年皆さんも覚えていると思うんですけど、東
日本大震災が日本では起きてしまいます。はい。で、日本ではそんなに映像が流れなかったんですけど、アメリカでは津波の映像とかが毎日毎日流れて、凄惨な映像がすごく流れていたと聞いています。はい。で、私のところにはまた Facebook でいっぱいメールが来ました。はい。セバスチャンは大丈夫か、そして原宿も津波で流されたんじゃないか、そういうふうに、メールしてくる人がたくさんいたんですね。だからその時に、私たちの大好きなジャパンポップカルチャーや原宿ファッションも全部津波に流されてしまったと思う人もたくさんいたんですね。はい。で、その時にですね、ニューヨークの友達と話していて、ニューヨークでもやっぱ 9.11 みたいな事件があった時にどうやってニューヨークを 早く復活させるか、そういう話をしたんですね。はい。で、ニューヨークの人たちはどんどんニューヨーク市内でお金を使ったり、人街に出てどんどんこのニューヨークが盛り上がっている、復活しているというのをアピールしたと聞きました。So he's a New York man, so him, New York people went to a outside, went to a city and then appeal the New York is okay. はい。これない。で、その時にですね、考えたのが、あれ、これないな。僕がやったのがマイティ原宿プロジェクトっていうプロジェクトを始めました。はい。これはですね、原宿は全然幸いなことに原宿は津波の影響もなく、そんなに被害は少なかったんですね。原宿は did not have the damage from a tsunami。 はい。なので、でも原宿の街、東京の街には、外国の人が全然来なくなって、一っ子一人いなくなりました。So, since the people know the earthquake hit in Japan, also tsunami in Japan, there was no visitors from foreign people. はい。これが原宿がいつも混雑している原宿に一っ子いない、写真ですね。これが、電車の中で、街も省電力で、暗い中 で電気をなるべく使わないように暮らしていました。The inside of the train was very dark. はい。こうやって、街の人々はマスクをつけて歩くようになります。So people wearing a mask. うん。なんでマスクしたの？あ、その原発の事故で。The people wearing a mask because of a nuclear plant was the damage. So people worry about it. So they are wearing a mask.はい。これがコンビニの中に商品が一個も並んでない様子です。街がこういう状況だったんですね。はい。そうやって外国の人たちはみんな東京に行っても面白くないんじゃないか、怖いんじゃないか、そうやってどんどん、日本から離れていったんです。So, foreign people going to Japan is it okay? Maybe it's
businesses or many people did not visit Japan anymore. はい。その時に考えたのが、僕は自分自費でマイティ原宿っていう缶バッジを作って、原宿は強い原宿は滅びないぞ、元気でいるぞっていうそういうアピールをしようと考えたんです。So our name and bottom badge is that we bow to Mighty Harajuku and give them away for free at various locations from the neighborhood. はい。で、原宿の街の店員やショップや、街にいる人全員に配ったんですね。はい、で原宿の街というのは、スナップを取られる場所なので、僕はですねこの缶バッジをつけてスナップが上がって SNS とかそういったインターネットでこう上がると、このバッジが見えると、あ、原宿は元気なんだ、そうみんな感じてくれると思ったんです。はい。はい、そうやって、海外の人たちに原宿は元気だ、原宿は強いぞ、そういったものをどん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 、みんなの力を使ってアピールしていったんですね。はい。そしたらですね、これに賛同した SNS とか、写真見て感動してくれた外国の人たちが、今度は自分たちでプラカードを作って、こういうふうに、これオーストラリアのメルボルンの人たちなんですけど、自分たちで、原宿のプラカードを作ってどん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 こう、街でアピールするようになるんです。 So since I use the social network, many foreign people realize it and cheer us on, and then this is actually from the people Australia, Melbourne, they made a sign by themselves and then it said Harajuku andStay 元気。Good luck. はい。そうやってどん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 日本を海外の人たちが盛り上げてくれると、今度はそれがまた飛び火して、アメリカの人たちもこうやって自分たちで作ってどん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 、Facebook で上げていくようになります。 はい、こうやって自分たちで手作りで、どんどん上げていくんですね。はい。こうやって原宿の街は、海外の人たちが、日本全国のどの都市よりも早く海外の人たちが戻ってくることになります。でその頃ですね、僕はですね CNN からもいろんなこう日本についての質問がありました。はい。でこんな大きな地震があって震災があって、もう日本はガタガタじゃないか、もう日本は終わったと思うんですけど、どう思いますかって、そういうような辛辣な質問があったんですね。はい、そうですね。で、この時期、震災の時期ですね、良くも悪くも全世界のメディアのトップニュースが全部日本の話題だったんですね。はい。で、全部一面が震災のニュースだったと思います。はい。で、そういう意味で世界中の人たちがこれからの日本について考える、時期だったと思います。はい。その中で見たのが、原宿に集まるカラフルなファッションの女の子たちだったんですね。はい。こんな大きなディザスターがあったけども、もしかしてこのカラフルな女の子たち、カラフルな原宿の子たちが未来を作っていくかもしれない、そう考えたんです。So,
They are interested in the Harajuku Kawaii culture, so they thought they will find Japan has a hope and future from a Karahu culture. はい。で、その中で、現れたのが実は、原宿のアイコンとして現れたのが実はキャリーだったんですね。はい。で、全世界中の人たちはキャリーを見て、キャリーを通して日本の未来を感じてくれたんですね。So the, she became very popular and then, the foreign people thought that Japan has a bright future and also a very colorful culture. はい。これが、ポンポンポンのビデオですね。This is a music video, ポンポンポン。はい。このビデオはですね、原宿の自由な表現、何者にもとらわれない、既成概念にとらわれない自由な表現がいっぱい詰まってます。はい。で、ここにですね、やっぱり世界中の人たちがこの元気な原宿、自由な表現、そこにオリジナリティを見つけ出したんですね。はい。で、先ほども言ったように、もともとは彼女は、6% ドキドキの大ファンで、毎日お店に通ってくる、お客さんでした。はい。でも彼女がこうやってミュージシャンとしてデビューするときに、彼女の方から、私がデビューするならアートディレクターは増田セバスチャン、セバスチャン増田にお願いしたいと言ってくれたんですね。はい。でもやっぱりキャリーって言っても、もう全然名前も知られない新人のただの女の子だったんです。なのでミュージックビデオにも全然予算、バジェットみたいのがなかったんですね。はい、その時僕は考えたんです。はい、彼女の好きなものは知ってるので、じゃあ彼女の好きなもので全部埋め尽くそう、そう考えたんですね。はい。で、監督からは、キャリーの部屋を作ってくれっていうオーダーを受けました。はい。で、僕はですね、自分の持っている、私物のコレクションを全部ここに持ってきたんです。トラック2台分です。This is actually my belongings. This is mine. Every stuff is mine. It was so much. It's kind of amount of two trucks.はい、でそれによって、彼女の部屋っていうのを彼女の好きなものだけで埋め尽くしたんですね。はい、それが、全世界の人に共感を得たんですね。はい。で、この、ポンポンポンのビデオのコンセプトは、キャリーの部屋です。はい。The concept of that by the concept of a Pom 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 music video is the Carrie's room。はい。で、僕はそうやってコンセプトがキャリーの部屋っていう時に、考えたんですね。So when I make a Carrie a concept of a Carrie's room。はい。女の子っていうのは我々男性からするとすごく綺麗で、なんか美しいもので、なんかいい匂いがしてみたいな、そういう神格化したような存在だと皆さんは感じると思います。I heard that image for the guys. はい。でもですね、実際女の子の部屋に行くと意外と汚いんですね、部屋が。で、その時に僕はなんで女の子は部屋が汚いのかっていうのを考えたんですね。So, first, はい。それはおそらくですね、自分の好きなものを目の届く範囲に置きたいから、それがどん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 積み重なって片付けられなくなっている、そう考えたんです。So, I thought why they are so
so messy in their room because they wanted to have everything what they like. They want to keep everything around them. So that's why their room is so messy. That was my happiness. Right. なのでそこがそのコンセプトもみんな全世界で共感を呼んだんですね。So I think that the concept on my girl's room idea and all the people really like this as well.はい、でこれが、メイキングの、僕が実際作ってる写真ですね、はいはい、でとにかくこう、商品やそういったおもちゃやノートやものをいっぱいこう並べたんですよね。はい、で皆さんの、アメリカのものもたくさん使っているので皆さんも知っているようなお菓子の箱やおもちゃの箱がきっとあるはずです。 I also use the snack box from America, so maybe you can see it. You can find it. だからこれが普通だったら日本の、お菓子の箱やおもちゃの箱を使うと思うんですが、僕は全世界の人に響かせたかったのであえてアメリカのものを使って、表現しました。The reason why I use the American snack box is because I wanted to send a message to the world. はい。そうやって、皆さんも理解しやすい、ビデオだったってことが、皆さんで結構ヒットした理由かなと思っていますね。The reason why the song was very popular because I used many items from all over the world. はい。で、こうやってこれはつけまつけるっていうビデオの、セットです。This is her song called つけまつける。はい。これはキャンディーキャンディーっていうビデオです。This is her song はい、こうやって、僕は必ず彼女と一緒に演技指導まで一緒に作ります。僕はですね、作品というのは僕が作る作品というのは、女の子が入って初めて完成すると思っているのでいつもそういう、演技指導までします。My artwork, I always think that my art has to have a girl. So I'm not just making an artwork. I also tell them what to do and how to dance or have a show when they are singing. はい。で、こうやってですね、キャリーというアイコンがどん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  YouTube とかで、そして皆さんも知っているようにどん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 こう広がっていきました。で今やですね、僕が教会に泊まりながらやっていた原宿かわいいエクスペリエンスが取れて原宿かわいいっていうイベントになって全世界を回っています。はい、これもパリのジャパンエキスポっていう、フェスティバルですが、そこでも、何万人も、集めています。この後キャリーも今東海岸のツアーをやってますけど、あさってにはシカゴに入ってトロント、ニューヨークとそうやって全世界を回っています。そう、キャリーは USA now and her work was in New York and Chicago and Toronto。はい、そうやって原宿かわいいというのはどん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 世界中に広がっていくんですね。So, 原宿かわいい culture is spreading all over the world now. はい、
で僕はというとですね、こうやって広がっていったものは、もういろんな人がどん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 大きくしていってくれるので、僕の役目はそこでバトンタッチできたと思っているんですね。So I feel like I promoted Hawaii culture enough. はい。そこで僕が、次にやろうとしているのは、ファッション、原宿ファッションとか原宿カルチャーっていうのはある一部の人にしか届かない。僕はそう考えたんですね。So I've been promoting a 原宿かわいいカルチャー, but since it's now spreading a word, so I did a fashion side, but I'm thinking about to do a art side now. はい。で、もうそうやって、広がっていった中では、僕はアートの力、アートを使ってもっと原宿ファッションに興味あるけど自分では着れない、興味あるけどなんだかわからない、そういう人に向かってアートの力でどん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 、世界中に広げようと今やっています。 Now I decided to promote 原宿かわいいカルチャー through the art from my artworksBecause of what if it's a fashion, only people will interested. But if I do a art show, many people will be interested.はい、でこれはですね、先週に、オープニングを迎えた、僕の、作品のソロエキシビションです。This is a picture I'm holding at the exhibition in New York right now. はい。でここでは、可愛いというものの、もっと奥深いものを表現しようと、試みています。 So, this, in my exhibition, I explain my artwork not outside of Harajuku culture. I wanted to explain inside of Harajuku culture as well. はい。原宿のこういったファッションは やはり奇抜だったり派手だったり、そういうふうな表面だけで切り取られがちです。So people always think of 原宿かわいいカルチャー is very colorful and wild. Just they are saying only just outside of 原宿かわいいカルチャー。はい。でこうやって講義を聞いてくれたように、こういった原宿のファッションに至るまではすごく長い歴史と文脈があります。So as you know now, I explain that 原宿カルチャー has aはい、で僕たちにはカラフルなヘアスタイルやカラフルな洋服を着る理由があるんです。はい。でただそれを表面だけを切り取られて、あこれ変な格好だねとか、そういうふうに言われるのはやっぱり嫌なんですね。The people often things areでこういったファッション、いつの時代も若い世代のエネルギーが どんどん時代を作っていきます。So the colorful fashion means that, young people culture. はい。なので僕たちがこうやって東京から出た、原宿から出た、こういった可愛いカルチャー、原宿ファッションを使ってですね、世界をどん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 ハッピーにしていく、世界をどん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 盛り上げていく、そういうことを試みようとしています。 So I'd like to promote 原宿カルチャー born from 原宿。 I wanted to promote every city, every country all over the world. はい。短い時間でしたが、これで原宿カルチャーの歴史を、レクチャーを終わりたいと思います。ありがとうございました。 Thank you so much for coming to my lecture. I hope you understand 原宿カルチャー better. Thank you.